はい、どうもちです。今日はですね、ヘッドボイスに閉鎖力を加えるというね、ちょっと難しめの内容を、やっていこうと思います。で、ヘッドボイスなんですけれども、まず前提としてですね、結構柔らかめの裏声が出せる必要があるんですね。こういう感じの裏声です。ほーほー、こういうなんかこう、口をしっかり縦に開けて、軟口蓋の方向にこう、なんか頭の方向に響いてるような感じの声ですね。これ前回ぐらいかな。僕が動画で出してるので、よかったらね、概要欄に貼っておくので見てほしいんですけど、この裏声がある程度出せるけど、そっからいまいちミックスボイスに持っていき方がわかんないっていう方に向けての動画になります。はい。で、よくあるパターンというかね、よくある間違いを最初にお伝えしておくんですけど、閉鎖しすぎちゃう人がいるんですよ。っていうのも、しっかり腹圧でかけていけばある程度のいい感じの閉鎖になるんですけど、それ以上にもしくは腹圧をかけ方があんま分かっていない人がやっちゃうと先に喉で締めちゃうので、そうするとねめっちゃキンキンしちゃうんですよね。ほお、ここから、喉だけでやっていくと、ほお、なんかこういうすっげー細すぎる感じプラスなんかここすごい詰まってるみたいな感じの声になるんですよ。なので、喉で締めちゃうっていうね、ことは絶対にしないであげてください。はい。しっかりと腹圧を使ってやっていくっていう感じです。はい。あーっていう感じでやっていくと、詰まりなく、なんかこう、こっちの抜きも残ってる感じで、徐々に閉鎖が入ってきて、あれ、ミックスボイスっぽくねみたいな感じの声に、徐々になってくると思います。はい。じゃあね、今回もトレーニングを紹介していくんですけれども、まず一つ目ですね。一つ目は、ハヒフヘホのホを使って、さっきも言いました。動画をね、またね、見返しても、もう一回見るのがめんどくさいっていう方はですね、この動画でも一緒に練習しちゃいましょう。はい。まずは、柔らかい裏声をスケール練習していきます。はい。結構キーはですね、あんまり高いところ今回行かなくて大丈夫です。キーは、ハイ B からハイ D ぐらいの中で、ぜひやってみてほしいです。こんな感じで、顎引いて、ほー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 、こういう感じでちょっとね、柔らかい裏声を出してみてください。はい。じゃあもう一回ね、ピアノの音を流します。ありがとうございます。で、これがある程度出せるよっていう人は次に進んでください。これがもしちょっと詰まっちゃうとか、細くなりすぎちゃうなっていう人は、もう少しこの柔らかい裏声を練習する必要があります。はい。で、これができたらですね、次はですね、ちょっと口を閉じて、閉じ気味、あんまりこう、上げてほしくなくて、ちょっと閉じ気味で鼻の方向、こっちを意識してもらって、まみむえものみーとんで、みんみんみん、これでいきます。ミンミンミンというかセミの鳴き真似みたいだなと思うかもしれないんですけど、こんな感じです。ミン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 、はい、っていう感じでちょっと出してみてほしいんですね。これ出すと次ここね、鼻にねブーンって当たる感じが結構分かってくると思います。さっきの柔らかい裏声を出す、ね、感覚と同じで大丈夫です。普通にその状態から何も喉の意識とか何もいらないので、ちょっとこっちだけ意識してミン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 ってやると、ちょっとこっちに当たる感覚が分かるんじゃないかなというふうに思います。で、ここの感覚すごく後々大切になってくるので、ちょっと今のうちに覚えておいてほしいです。はい。で、これができたらですよ。これができたらですね、次、さっきの柔らかい裏声から、ミンミンミンのこっちの方向に、腹圧を使って持っていきます。はい。こういう感じです。あー、わかりますかね？結構難しいんですよ。結構難しいんですけど。あー、ちょっとだけ、まあ、細くなっても今回は大丈夫です。はい。ただ、しっかり口を開けるということと、この腹圧をかけるときにですね、喉で先走って音程を取ろうとしないということですね。あー、そうすると、ここで引っかかって詰まっちゃうので、うん、しっかり腹圧を強くしていくんだ。あと、ゆっくりこう、ちょっとビブラートをかけながら、こっちの方向に持っていくっていう感じでやっていきましょう。はい。
じゃあね、もう一回ピアノの音流しますので、最後に、僕と一緒に練習して終わりましょう。いきます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、これ僕ちょっと細めに声になってますけど、全然ここに詰まってるとか苦しいっていう体感は一切ないです。一切ないです。しっかり口開けて、なんかこう上げすぎみたいな、顎上げすぎ、下顎上に上げすぎとかなっちゃうと、ここでこう詰まってくる感じがあるんですけど、しっかりこの腹圧 とこっちに持っていくっていうのができていれば、結構ね、閉鎖の補助入ってきやすいと思います。なので、ね、ぜひそういう感じでちょっとね、この閉鎖のヘッドボイスをさらにこう閉鎖させていくっていう練習やってみてください。はい、じゃあ今回以上になります。すごい役立ったなと思ったらね、チャンネル登録、グッド登録よろしくお願いします。概要欄に、これまでの動画をまとめて、概要欄に貼ってあるので、リンクを貼ってあるので、ぜひそちらからね、復習がてら使っていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では今回以上になります。ありがとうございました。